はい、今回はですね、2022年8月8日のノンストップ番組ながらですね、いろいろお話をしたいと思います。今日ですか、今日はね、2024年1月の8日です。結構寒かったですよ。でもね、この部屋はあったかい。なんでかというとですね、この右手がですね、まあ、空が見えるんです。ほんで太陽が見えてる。角度で言えばどれかもう30度ぐらいなんじゃないかですね。低いですよ。夏でいうところの西日。そのおかげでですね、体の右半分はあったかい。ただしこの左部分とですね、足元はやっぱりひんやりしてます。まあちょっと本題に入りますね。普通はですよ、このアーカイブ動画をノンストップ版にした時は鹿児島弁、昭和の頃ですね、私なんかが、小さい頃使っていた鹿児島弁か、もしくはその、まあ、鹿児島なまりで、まあ、全国の方々にも、分かるように、いわゆる辛いも標準語で、鹿児島の昭和30年40年50年代の頃話をしてましたけど、今日はこれからの、今年じゃないです、これから、そうですね、3年後5年後、まあ、おかげさまでですね、おまかせテレビは今年の3月から3年目を迎えるんです。で、はい、今までずっと試行錯誤をしてましたけど、まあ、これからも試行錯誤は続くと思うんですけど、ここに来てですね、ちょっと長期的な、なんですかね、こう考え方をせんないかんというのに気づいてですよ。はい。というのがですね、そのあれになったのはですね、自分がですね、今年77歳になるんですよ。いわゆる後期高齢者ですからね。いや、あれはやる気ありますよ。バンバンあるんだけど、まあね、いつまでも同じようなことをしてじゃいかんなと思って、というのがこの3年目を当たるに、いや、迎えるにあたって、今年ですね、2024年はどうしようかなっていうあれをしながら、これもそうですけど、アーカイブ動画をいろいろこう、見てたんです。そしたら自分としてはですね、この動画はもちろん鹿児島に関係のある方、方はもちろんですけども、その方の他に、大きな、目的、私が動画を撮る目的にですね、一人旅とか、それからの少人数のいわゆるツアー客でない方々が、いや、がじゃない、ツアー客、そう、旅行者じゃないな、この動画を見て、たまたま見た人が、鹿児島いいな、鹿児島に行ってみようかなっていうようなふうになっていただきたいっていう思いがあるんです。はい、特にですね、コロナ、これは、22年の8月ですから、まだコロナですよ。コロナの真っ只中ね。だからこのコロナが終わったら、来ていただきたいなっていう人のためも思ってたんですけども、こうアーカイブ動画をこうずっと見てみるとですね、旅行
旅行者じゃないですね、旅行に行こうと決めて、そうですね、どっか鹿児島、日本のどっかに旅行に行ってみようかなっていう段階で、たまたまこのおまかせテレビをにがヒットしたと。でそういう方が見た場合に、あ、鹿児島に行こうかなと思うような映像っていうと、そうですね、3月の中ぐらい、中旬からですかね、よそは、例えばその北海道、東北、北国はまだの雪に閉ざされて大地も見えないっていう時に、鹿児島ではもう菜の花が見える、で梅が咲いてる、桜が咲いてるっていうね、そういう動画を見た時に、まあ、真夏でもですよ、真夏でもそう、お、鹿児島に行こうかなって思うと思うんですよ。ほんで、まあ、話をまとめると、1月2月今ですねの、鹿児島を見てですね、その動画を見てですよ、あ、鹿児島に行こうかなっていう人はね、あんまりいないんじゃないかなと。はい、観光客、いや観光客じゃなくて、その観光に行こうかなと思ってもなかった人が行こうかなって思うような、やっぱりね、映像っていうのをですね、をいっぱい撮った方が、私が思うところの一人二人ですね、バックパーカーっていうんですか、このリックを背負ってスマホでいろんなところ、店を、鹿児島で有名な店とか、それから何ですかね、明治維新の後をこうずっと自分でたどるとかですよ、そういう人たち用の動画をいっぱいあげるというふうにですね、します。で、まあ早く言うとですね、1月と2月それから3月の頭、要するに、春の兆しが見えない、それとどうですかね、12月ぐらいの、まあ、天文館、中央駅から天文館に、かけての電車道路、電車線沿いですね、あの辺りにイチョウ並木がありますけど、あれがですね、黄色くなってるところまでは、おお、鹿児島にもこういう、あの、あれがあるのかって、イチョウ並木があるんだっていうような風で、あ、この時期に11月ぐらいに行ってみようかなっていう、そういう動機づけはしてもですね、それがあの街路樹がこう落ちて、木の幹にだけになったその動画を見てですよ、よし、鹿児島に行こうかなっていう方はね、少ないんじゃないかなと、ね、同じことを繰り返してますけども、いや、それはね、どういうふうにそう思ったかというと、今最近あの私はもうこういわゆるこの鹿児島を世界にアピールしようっていうあれで、コンセプトでやってますけど、自分の中にですね、観光業者さん、観光客を出迎える立場の観光客の、スタッフの方になった時のなんかがですね、もう芽生えてるんですよ。ですからね、観光客の方に来ていただきたいな、いただきたいなっていう、そういう目線で見てます、あの鹿児島をね。それは迎える側ですよね、迎える側の視点なんだけど、それじゃ自分が観光客になった時にですよ、
この YouTube の動画の中からを見て、どういうところがきっかけになって行くけって考えてみたんです。でその時に思うのが、私なんかほら九州の端っこに住んでますから、日本旅行と考えた場合にやっぱり北海道に2回行ったことありますよ、北海道にはね。なんだけども、それじゃあ北海道に行ってみようかなってした時に、夏か冬かどっちかだと思うんですよ。雪がもう積もって、要するに札幌雪まつりですかね、あの頃。それとあそこは富良野はどうなんですかね、あのラベンダー畑がほらもう綺麗なあれがありますよ、ああいう時期。それとか何があるっけ、鹿児島よりもその遅いと思うんですけども、あの芽吹き、やっぱり綺麗だと思うんですよ。そのラベンダー畑が満開になるちょっと前もですね、新芽とそれから早く咲き出したこの花のコントラストがですね、そういうのをやっぱり見たいですもんね。でだからといって、その種をまいただけの富良野を、まだその茶色い富良野の動画はを見たところでその動画一つ見たところでですよ、いやここに行こうかなって思いませんもんね。やっぱり花咲いた頃の富良野で、それだったら同じ富良野町でもですよ、復活沖に同じアングルでずっとこう通っていただいてもいいし、撮った動画でもいいし、それかそのそれを逆方向から撮ったり、ぐるぐる回ったり、それかそこの歩き撮りってなったらこう何回でも見ますよ。だからおまかせテレビも鹿児島に行ってみようとは思わなかった人が鹿児島に行ってみようっていう、すいませんね、くどいこと同じようなことを言って、いや実際ここ言いたいのはここなんです。もう言いたいのはここ、うまく言えないですけどもね。だったら1月ね、2月3月の頭もそうかな、は、あんまり撮らない。いや撮りますよ、1月になっても今年になっても4日と7日撮りましたからね、それはそれで撮るんですけども、重点的に撮るのはですね、3月の後半ぐらいかな、梅の花が咲き出したと。要するに風景のどこかにその春の兆しとかね、春の芽生えとか、それから桜はもちろん新芽の息吹ですね、それと、もう桜が葉桜になって、周囲のこれまでの新芽がもう緑、もう濃ゆい、いわゆる常緑樹みたいな形になったところに雲の形が変わって、こういう夏空になったりですよ、それがだんだんこう、この前伊佐に行った、昔の、いや今もお口ありますけどね、あそこ行った時のこう米が田植えからですよ、それからだんだんこう実をつけて、そしてそうですね、ひまわりがあったりですよ。要するにそういうのずっと追いかけて、こうまあ私の頭の中ではこの中央駅からの天文館にかけての左右のイチョウの葉が散る直前までをですね、シーズンとして動画のシーズンですね。で桜のシーズンには、まあ去年は大隅に行かなかったんだけども、桜のシーズンだけでも2回ぐらいずつ行こうかなって思ってます。っていうのはね、桜はね
同じ霧島でも三分咲きもあれば満開もあるんです、同じ日にですね。ですからそれを南札、北札、愛良霧島、大隅っていう具合にですね行って、また一日復活置いたらまたぐらーっと回るわけです。で5月もね6月もね、要するにあの動画の両サイドに四季の変化が見られるっていうのをあれします。ですからその結論的に言うと1月今もですけども2月3月の頭までのですね、ドライブ動画はですね、シーズンオフという形でですねその本格的な春を迎えるまでにですねそれまでの、動画をきちっと整理してですねこういうふうにノンストップ動画にですよ、要するにあの信号待ちとかねああいうのを、省いてですよいわゆるスーッてこう行けるようなねあれにしますのでね、あのあれですよ、おまかせテレビはここはあのクルーズ船が来る、マリンポート鹿児島ですけど、そういう団体客はですねクルーズ船の親会社とかそれから旅行会社ですね、ツアーを組む会社なんかにお任せしてですねあくまで、バックパーカーとか一人旅ですね、それから家族旅行、それからの二人旅とかね、そういうね方々用のね動画をね、あのそうですね等身大の旅行ができるようなのをですね、に、シフトしますからね、まあそういうことでですねこのほら、近郊湾を見ながら桜島を見ながらあれしますけどもね、すいませんけどそういうことです。はい、そういうことですね、これからもよろしくお願いします。